際に、電車から降りる際足元にお気をつけくださいに際してにあたって入国に際して税関で荷物の検査を受けた海外留学するにあたってすべきことは何か先輩方に話を聞いたたとたん夏は窓を開けた途端に蚊が入ってくる かと思うと、かと思ったら、彼は怒ったかと思うと笑い出した、息子は勉強を始めたかと思ったら、もうゲームを始めた、か、ないかのうちに、5分走るか走らないかのうちに、足が痛くなってきた、最中だ。 昨日食事の最中に大きな地震が起こったうちに A 独身のうちに世界を旅行したい B 毎日シャドーイングをしているうちに発音が良くなったばかりだ一方だ犯人が未だ捕まらず被害女性は増えるばかりだ水不足によって野菜の値段は上がる一方だ うとしている。これから試合が始まろうとしているつつある事故の原因は明らかになりつつあるつつカレンダーを眺めつつ次の旅行の計画を立てますって初めて失って初めて彼女の優しさや大切さに気づいたんです 上で、実際に店で商品を見た上で購入を考えたい次第スケジュールが決まり次第ご連絡いたします手以来手この方車を買って以来歩かなくなった生まれてこの方海外へ行ったことがありません手からでないと手からでなければ病気が完全に治ってからでないと 激ししいいい。運動をしてはいけない18歳になってからでなければ結婚できません。をはじめとして「ドラえもん」をはじめ世界中で多くの漫画やアニメが親しまれているからして「このホテルは従業員の接客態度からして全然ダメだ」にわたって その戦争は6年間にわたって続いた通して通じて A 私の国の日中の気温は年間を通じて3 0度ぐらいです BFacebook を通じて世界中の人と友達になれます限りできる限りやれ明け 今日は休みだから好きなだけ寝たいに限り3歳以下のお子様に限り入場料は無料です限りは熱がある限りプールに入れない限りでは知っている限りのことを教えるに限って A 普通ニコニコ笑っている彼は今日に限ってずっと黙っている B 急いでいるときに限って電車が止まった C アイン先生に限って生徒を怒鳴るわけがないとても優しい先生だよに限らず日本のアニメは日本に限らず世界中で人気がある。 のみならず、あの歌手は若い人のみならずおじいさんやおばあさんにも人気があるばかりか彼は無断欠席が多いばかりか出勤しても真面目に働かずスマホばかり触っているはもとより仕事が忙しすぎて彼女とデートする時間はもとよりゆっくり寝る時間もない 上に、トイレが汚い上にトイレットペーパーがないから最悪だに関して事件の真相に関しては現在も調査中でございますをめぐってこのドラマは1人の女性をめぐって3人の男性が争うストーリーですにかけては 漢字にかけては誰にも負けないに対して A 彼は誰に対しても優しい B 昨日は大雨が降ったのに対して今日はとてもいい天気だに答えて彼は親の期待に応えて医者になるところだった。 を元にして、ハリー・ポッターの映画は同じ名前の小説をもとに作られた。に基づいて警察は目撃者の証言に基づいて犯人を特定した。に沿って各部署は会社の基本方針に沿って業務を行ってください。のもとでのもとに。 アイン先生のもとで N2 を勉強している親の了解のもとに日本へ留学に来た「向けだこのオンライン講座は初心者向けだ」「につれて」に従って人口が増加するにつれて食料需要も拡大していく通勤客が増えるに従って移動手段が多様性していく に伴ってとともに仕事の経験が増すに伴って会社内での地位が上がっていった友達とともに京都を訪れた次第だ日本語能力試験に受かるかどうかは君たちの努力次第だに応じてツアー参加者は予算に応じて宿泊先を決めます につけて、彼女の小説を読むにつけ人間が生きる意味は何かと考えさせられるやらやら旅行中に財布を取られた時は腹が立つやら情けないやらで泣きたくなったというかというかあの成績で卒業できるなんて運が良かったというか奇跡というか ににににににししししてても、にしても、にしろ、にしろ、せせよ、にせよ、日本語の漢字は読むにしても書くにしても苦手だけがをしてからご飯を食べるにしろお風呂に入るにしろ時間がかかるおいしいにせよまずいにせよ彼女の手料理はすべて食べなければならない。 といった、この学校にはベトナムや中国といった留学生が多いを問わず明日のパーティーは年齢を問わずどなたでもご参加いただけますにかかわりなくにかかわらず値段にかかわらずいいものはよく売れる友人は私の都合にかかわりなく電話をかけてくるので迷惑している も構わずあの高校生は危険なのも構わず線路に落ちた人を助けたそうだはともかくとしてこの家は値段はともかく周りの環境も便利さも理想的だはさておきお金の問題はさておき今は病気を治すことに専念すべきだわけがない 日本が世界ランキング1位の国に勝てるわけがないと思っていたどころではないどころか医者にもらった薬を飲んだら症状が良くなるどころかかえって悪化してしまったものかあの時の俺の気持ちがお前に分かるもんかわ,わけではないというわけではない。 特に行きたいわけではないけど、招待されたら出席するしかない。というものではない、というものでもない。友達は多ければいいというものじゃない。信頼できる友人が1人でもいれば十分だ。とは、猿も木から落ちるとはその道に優れた人でも失敗することがあるという意味です。 と言えば、A、「あと少しで君の誕生日だよね」「誕生日といえば去年彼から変なプレゼントをもらったんじゃん」B「B この仕事は好きだといえば好きだがストレスも多い」というと「といえば」と言ったらかつては新婚旅行というとハワイへ行く人が多かった。 日本料理といえば、寿司が有名だ。ハノイと言ったらフォーですね。のこととなると彼はお金のこととなると目が輝く。と言ったら私のアルバイトの忙しさと言ったらトイレに行く時間もないぐらいだ。 にもかかわらず、雨が降っているのにもかかわらず夫はジョギングに出かけていったもののとは言うものの日本語試験のために本を何冊も買ったもののほとんど勉強しなかったお客様は神様だとは言うもののどうしても無理な要望もあるながらも友人はお金がないながら楽しく生活しているそうです つつも、体によくないと知りつつもお酒がやめられないと言っても宝くじに当たったと言っても1000円ですよからといってアメリカに住んでいるからといって英語が話せるとは限らないええとしたらとすればとすると。 無人島に1つだけ持っていくとしたら携帯電話を持っていく好きなアニメを1つあげるとすれば「君の名は」だ1000億ドンあるとすると働かなくなるだろう B となったらとなればとなるとさらなる増税となったら国民の不満はますます高まるだろう 結婚するとなれば相手の両親に挨拶しないわけにはいかないアメリカ留学となると結構お金がかかりそうだものなら将来月に行けるものなら行きたいようものならアイン先生は厳しい宿題を忘れようものなら教室に入れてもらえない ないことには、日本語が話せないことには日本会社で働くのは無理だ。お抜きにしては外国人労働者を抜きにしては日本のコンビニは成り立たない。としても、にしても、にしろ、にせよ将来彼と結婚するとしても名前を変えたくない。このブランドの服は デザインがいいにしても高すぎるギリギリだったにしろ合格したから問題ない手術は無事終わったにせよあと2週間は入院が必要だによって事故によって電車は2時間も遅れてしまったインターネットによって世界中の情報が簡単に手に入る 物だから、物で、物。忙しかったものですから、連絡するのを忘れていました。週末に兄が遊びに来るもので、パーティーには参加できません。5個も食べたよ。だってここのケーキ美味しいんだもん。おかげだ。せいだ。せいか。先生が教えてくれたおかげで、私は去年日本語能力試験に合格できた。 物価が上がったせいで生活がとても苦しいです。今朝食べ過ぎたせいか今お腹が痛い。あまりあまりのふに美しさのあまり彼女ばかりに目がいってしまう久しぶりに訪れた故郷のあまりの変化に驚きを隠せなかった。につき こちらの商品は製造中止につき、在庫限りで販売中止します。ことだし、5年も付き合ったことだし、来年は彼女と結婚しようかな。のことだから、明るい山田さんのことだから、すぐに友達ができるはずだし、心配いらないよ。 だけに、今まで何度も失敗しただけに試験に合格した時はとても嬉しかった。ばかりに彼女に喜んでほしいばかりにお給料を使い切ってしまったからには以上は上は仕事を引き受けたからには最後まで責任を持ってやります。 東京で生活する以上、満員電車は避けられない。試験中の不正を知った上は、合格させるわけにはいかない。がたい。彼がオリンピックで金メダルを取った瞬間は、今でも忘れがたい。わけにはいかない、わけにもいかない。 今日は入社試験の日だから、熱があっても休むわけにはいかない。兼ねる。専門ではないのですみませんが、その仕事はお引き受けしかねます。用がない。彼の名前も会社もわからないので、連絡の取りようがありません。 どころではない。恋人ができたけど仕事が忙しくてデートどころじゃない。うる、えない。試合は予想していなかったことが起こりうるから面白い。チームの優勝は皆様の応援なくてはなし得なかったでしょう。割には、 この男性歌手は年齢の割には若く見える。にしては、このお菓子は五千円にしては量が少ない。彼はバスケットボール選手であるにしては背が低い。だけあって、だけのことはある。あの薬を飲んだらすぐに風邪が治った。高いだけのことはある。 として、私はアメリカで英語の先生として働いています。にとって一人暮らしのお年寄りにとって子孫からの電話は嬉しいものだよ。にしたら「にすれば」にしてみれば「にしても」外国人にしたらこの日本語の文はわかりにくいだろう。 彼女がなんとなく言った言葉だったが言われた方にすればひどく傷ついただろう祖母は結婚してもずっと働き続けた当時にしてみれば珍しい女性だったはずだ彼は私にいろいろ不満があるようだが私にしても同じだたところ暇そうな同僚に仕事を頼んだところ断られました 霧。彼とは3年前の同窓会であったきりどこで何をしているか知りませんあげく何を食べるかいろいろ迷ったあげくまずい料理を注文してしまった末に彼は悩んだ末に一番最初に見た部屋を借りることにした。 ところだった。うっかり飛行機に乗り遅れるところでした「頭じいだ」「胃が痛くなって病院へ行ったが原因はわからずじまいだった」ぐ「ぐらい」「くらい」「太郎」「人から何かもらったらお礼ぐらい言うものですよ」など なんか、なんてお客様、こちらなどいかがでしょうかピンク色で春らしいコートですよ。私の日本語なんかまだまだですよ。借りたお金を返さないなんて、ひどいわよ。まで、までして、手まで。ビジネスに失敗したら、友達までいなくなってしまった。 彼女は親と喧嘩までして大学を辞めて画家になりたかったのです健康を犠牲にしてまでダイエットする意味があるのだろうかとしてない今日の相手は強いので一瞬として油断してはいけないさえ,ええ。お金がなくて水さえ買えない B お金さえあれば何でもできるか手でも高い家賃を払ってでも会社の近くに住みたいと見える先週送ったメールにも返信がないし彼は最近忙しいと見える金ない 眠い時に運転すると事故を起こしかねない恐れがある週末は低気圧が近づき雨や雪の量が多くなる恐れがあります「い、ではあるまいか1時間も待ったのだからこれ以上待っても彼は来るまいこの調子なら、 今年の売上目標を達成できるのではあるまいかに違いないにそういないスイスで買った時計なんて高いに違いない有名企業の社長ならいつも多忙であるにそういないに決まっている家族より仕事を選んだらあとは後悔するに決まっています ものだ。たくさん運動したら疲れるものです。というものだ。大変なこともあればいいこともある。それが人生というものだ。にすぎない。日本の会社における女性管理職の比率はほんの10%にすぎない。 になならない。彼の成功の秘密は日々の努力の結果にほかならないに越したことはない転職を考えるなら資格はあるに越したことはないしかないよりほかないできるだけのことはしたのであとは結果を待つしかありません べきだ、べきではない借りたものはちゃんと返すべきだよようではないか優勝のためにチームで力を合わせて頑張ろうではないかいったいいったい誰が彼女にそんなことを言ったのかことだ。 ちゃんと寝るためには夜はパソコンや携帯を見ないことです。ものだ、ものではない。遅れるときは連絡するものだよ。約束を破るものではない。ことはない。他人の言うことなど気にすることはない。自分のしたいことをしなさい。 ようか、イか。あんな浮気男なんて、二度と信じるイ彼に相談しようかするイか考えている。ものか、病気なんかに負けるものか、必ず治るよ。手しかがない、手しょうがない、手たまらない。教室のエアコンが壊れたときは、 暑くてたた。まらなかった田中さんはハワイ旅行が台風で行けなくなり残念で仕方がないようだなかなか結婚しようとしない娘に腹が立ってしょうがないてならない試験に合格したかどうか気になってならないないではいられない にはいられない先生の冗談はいつも面白くて笑わないではいられないないわけにはいかないお年寄りが電車に乗ってきたら席を譲らないわけにはいかないざるを得ない大雨が降って運動会を中止にせざるを得ず子どもたちをがっかりさせてしまった。 たいものだ、って欲しいものだ。彼とはできれば、これからも仲良くしていきたいものです。自然を壊さないで欲しいものだ。ものだ、A。高校時代の先生にはよく遅刻して怒られたものだ。B。時間が過ぎるのは早いものだね。 ないものだろうか楽してお金を稼ぐ方法はないものだろうかものがある人が殺されたニュースを聞くのはつらいものがあることだペットを捨てるなんて本当にひどいことだことだろうことか。 高い点数で合格できたら、どんなに幸せなことだろう。この本には何回助けられたことか、もう10年以上使っています。において、今日の会議は3階の会議室において行います。に先立って、新作映画の上映に先立って、主演俳優が舞台で挨拶した。 とは言いながら「姉はいつも痩せたい」とは言いながら寝る前の甘いものがやめられないからするとから言うとから見ると男性からすると女性の髪型の変化ってよくわからないものなんだよ私の経験から言うと高くても本当に欲しいものを買ったほうがいいよ。 納豆は栄養面から見ると最高の食べ物なんだよ。ことなく、彼は何度失敗しても諦めることなく挑戦し続けました。ことに、ラッキーなことに道で一万円札を拾った。ところから、ことから、 貝の化石が発見されたところからここは昔海だったと考えられるこの鳥は目の周りが白いことから目白と呼ばれていますのみ支払いは現金のみだなんて困ったなあ <music>